最強レバナスを作り上げる。デブレッチ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。えー、ということでね、えー、最強レバナスを作るんではなくてね、えー、作り上げるというところにね、えー、この番組の趣旨があるということになっております。えー、今日朝のね、えー、動画の方で、えー、風丸さんの方がね、えー、新しい レバナス出口戦略2%を体感せよというね、まあ動画の方を、ね、出されておりまして、まあこれによりましてね、私が唱えておりました出口戦略、レバナス2%を理覚は正しかったというのがね、まあ証明されたんじゃないか ならば、最高値部分を利確して、最安値で入り直し、これをね、することによって、最強レバナスを作り上げるということを、私はね、言っているんですけれども、これがね、本当に有効なのかどうか、風丸さんの方が、シミュレーションをね、出していただきましたので、そのシミュレーションを使って、風丸さんは、部分利確っていうのは推奨しておりませんから、ずっとマジンホールドっていうのをね、言われておりますから、 そこはね、風丸さんの動画では出なかったシミュレーション、それを風丸さんの数値を使って、私の方がね、作ったということになっております。まあ私は風丸さんほどのね、知識はありませんので、ちょっと簡略バージョンということにはなるんですけれど、ざっくりとね、これが有効な手段なのかどうかっていうのはね、わかるんじゃないのかなというふうに思いますので、今日はこちらの方を皆さんと情報を共有していきたいと思います。 それでは、スタートです。はい。まずね、えー、今日、和丸さんが、レバナンス2%利学をね、出口戦略を体感せよというね、動画の方をね、出されておりまして、まあ、シミュレーションの方をね、出していました。で、私自身もね、もうこれはもうこのチャンネルができる前からですね、原資600万円レバナンスを 3600万円に育てて、その後2%利覚をし、税引き後、約ですけれど、56万円のお手当てを、レバナンスからお手当てをいただきながらね、その後は2%利理していても、レバナンスは増え続けていくので、私は3600万円あれば足りるので、3600万円より増えたものはすべて部分利覚しておいて、 暴落が来た時に再投入をするというね、出口戦略の方を、これはもうね、1年半ぐらい前からね、言い続けていることなんですよね。これが本当にね、有効なのかどうかということで、風間さんのシミュレーションは、レバナスはね、利確以外は売りませんので、ね、さらにね、そこからね、深掘りをしていってみようということになりました。 風丸さんのシュミュレーションではね、2018年10月から3000万円レバナスを毎月ね、2%利覚っていうのが前提になっております。 2%を利確しながらも最高値はコロナバブル時の5,984万円ということでね2、2%利確していきながら3,000万がね、なんと5,984万円にまでね、成長したということになるわけですね。そこから約64%下落が来まして、1,755万円までね、下落していってしまうと。まあこれがね、今回の風丸さんのシミュレーションのね、まあ一番大底ということになっておりました。 えそうしまして、レバナスの方の最高値っていうのは、2021年11月22日の43,151円。今回の暴落の最安値は2022年12月29日だと思います。これちょっと違ったらね、えー、すいません。えー、楽天証券の方でね、エ、え、ザート見たんですけれど、ここが最安値かなということで、15,353円と。 いうことになっております。約、ね、64.4%下落していたということになります。さあ、こっからがね、私のシミュレーションということで、ざっくりになっております。 まず、えー、3000万円レバナース、えー、これが最高値、ね、5984万円に、ね、成長したときに、和丸さんはそのままホールドしておりましたので、7555万円まで下落しましたけれど、えー、私はね、3000万円より増えている部分を理覚すると。 そうしますと、2980万円ね、部分利格ができると。これ、風丸さんの方も、税金は引いておりませんでした。なぜかというと、この3000万円のレバナスの内訳、いくらが元本なのかっていうのがね、わからなければ、計算できないということになってきますので、もうここはざっくり計算で、2980万円ね、部分利格しております。 えー、そして、えー、3000万円に戻ったレバナンスですね、えー。これ14ヶ月ね、この下落していくまで、どん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 ,どんとね、本来は2%利格続けていかないといけないんですけれど、ここはざっくり計算しますので、まずはここは、ねえー、置いておいてください。この3000万円レバナンスが64.4%ここから下落していくんですよね。えー、そうしますと、なんとね、えー、3000万レバナンスが 万円に減ってしまうとオーマイガーですよねですけれども、えー、私の場合は2980万円部分利格しておりますので、これを再投入するわけですよね。そうしますと、4048万円のレバナスが誕生したという、ねえー、ことになっていくわけですよ。 えレバナンスをね、リバランスかけないと、そのまま保有しておりますと、1755万円ですけれど、私はリバランスをかけるというふうに言っておりますので、リバランスかけたあとは4048万円、そしてここからね、あのざっくり計算になるんですけれど、3000万円をリバーセント利確すると、月60万円なんですね、もちろん税金とか手数料引いておりませんよ、それを14ヶ月続けたとするならば840万円。本来 今回はこれ、下落しておりますので、この840万円も利確はできません。ですけれども、今回はね、840万円で計算させてください。そうすると万円から 840万円引きますと、3208万円のレバナンスが誕生しているということになるわけですね。バランスかけないで保有しているレバナンスって、もともと3000万円だったものが、1755万円まで減って、またその後上昇していくのを待つという状態なんですよね。えー、私の場合の部分利格をしている最強レバナンスを作り上げる方では、まあ、単純計算ですけれど、3208万円のレバナンスになっていると。 まあその差は約1453万円という、ねえー、ことになっているのと、あとね、えー、ここで注目してほしいのが、 この3208万円、64.4%下落が来ているのにもかかわらず、なんとね、開始時の3000万円の元本は割れていないというね、暴落が来ても元本割れしないレバナスを作っていくんだというね、この最強レバナスを作り上げるということにね、すごくね、シンクロしてくるんじゃ。 えないのかなというふうに思っております。リバランスをかけなかったレバランスとの差は1453万円と。えー、今回言いたいのはね、えー、このシミュレーションっていうのは、まあ、正直な話ね、ざっくりすぎますんで、えー、大体こんな感じになりますよということをね、えー、言いたかったんです。なぜかまあ きっちりとね、シミュレーション、もう少し時間をかけてね、拾っていけばできるんですけれども、そんなことやってもね、基本的には無意味なんですよね。これはあくまでもバックテストということになりますんで、未来のレバナンスの値動きっていうのはわからないと。ですから、まあ、細かい計算を出すよりも、ざっくりこういうね、道筋で進んでいくんだなと、暴落前の高値でしっかりと理覚して、そして暴落後にね、再度入り直すという ということがまあ、どれだけ有効なのかというのを、ねえー、見て欲しかったということになります、えー、今回の結果言いたいのは暴落からね資産を守るのには部分利格はかなり有効とこれが最強レバナスですよということがねまあ、言いたかったんだということなんですよね まあということなんでね、この資産をね、長期間保有していくという中でね、まあ、全理学する必要はね、レバナスに関してはありません。SOXL は全理学しますけれど、レバナスは全理学しない。ですけれど、私の場合、今回は風丸さんのシミュレーションが3000万スタートでしたから3000万でしておりますけれど、私は3600万あれば、 こと足りていきますので、3600万円分を残しておいて、それより増えた部分はどん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 威嚇して、暴落用にストックしておく。そして、暴落が来た時には、それをレバナスに戻すというね。まあ、これがね、一番の資産を守る行動だと。暴落からね、資産を守る行動だということになりますし、その後、最安値付近で、またレバナスに投資の方をね、しておりますので、口数がね、 大幅にね、増えます。そこから、バレッジ型特有のね、低増ですよね。こちらを恩恵受けれるということに、ね、なりますので、これをね、繰り返していくのが有効手段と。そして、いつも言ってますけれど、アメリカの株式は必ずね、下落きます。上昇きますというね。 実際に上がって下がって上がって下がってを繰り返していくわけですね。右肩一方で上がっていくっていうわけではないんで、それも分かっているんだったら、暴落がね、来る。そしてその後、え上昇していくっていうのが分かっているんだったら、それを使っていかない手はないということになりますので、まあこのね、経済の仕組みと、 株式の仕組みをね、えよく考えてね、まあ、資産形成をしていきたいと。まあこれがね、最強レバナスを作り上げていくことだ、という、ね、えことになっております。さあ、今日は待ちに待った。 アメリカのの株式のマーケットが開きます。今のところスナックの先物はちょい上昇しているということなので、まあ、今日も、ねえー、しっかりと上昇していただいてラムとか、えー、テスラ1.5倍ブルとか、えー、ソクルとかが、ねえー、しっかりと利確できるようになってほしいなと。 特に今私は速度を理学する準備をしておりますし、ラブの方はスイングになるのかデイトレにで,できるのかというところをね、楽しみにしておりますので、まあ早くね、マーケットが開いてくれないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。このね、動画が少しでも、ね、資産形成の役に立ったなと思われた方はね、グッドマークだけ押してね、体積よろしくお願いします。それでは次は 22時からのライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。